ホスホリパーゼの切断部位。ホスホリパーゼ A には SN-2 のエステル結合を加水分解する。ホスホリパーゼ A にはクリセロリン脂質の SN-2-2、e、のエステル結合を加水分解する酵素の総称である。脂肪酸トリゾリン脂質を有利する。アラキドン酸を有利することで炎症性のメディエーターであるプロスタグランジンやロイコトリエン合成の起点となる。 アミノ酸配列に基づいて GI からクックスビの16のグループに分類される。グループ間の類似性によって6つに対別される。分泌型ホスホリパーゼ A には 13K だ前後の比較的低分子のプラニでグループ1グループ3グループ5グループ9グループ13を含むヒスチジン残機とアスパラギン酸残機が活性に重要である。活性は カルシウムイオン依存性で、MM レベルの濃度を必要とする。ヘビ毒、ハ毒に含まれるものがある。細胞質型ホスホリパーゼ A には、哺乳類の持つホスホリパーゼ A に、グループ4に分類される。6つの分子種が報告されている。セリン残器とアスパラギン酸残器が活性に重要である。CP ラにガンマ以外の5つの分子は、 カルシウムイオンとの結合に必要と考えられる C にドメインを持つ。CP ラニアルファーでは、UM レベルのカルシウムイオンが活性に必要で、カルシウムイオン濃度の上昇によって、細胞質基質から、小胞体、ゴルジカラダへと移動する。カルシウムイオンヒーゾン型ホスホリパーゼ a には、哺乳類のホスホリパーゼ A2 で、活性にカルシウムイオンを必要としない。 グループ6に分類される。グループ6以外のホスホリパーゼ A2 の中にも、活性にカルシウムイオンを必要としないものは知られているが、カルシウムイオンヒーゾン型といった時には、グループ6に分類される酵素のみを指す。6つの分子種が知られている。細胞質型ホスホリパーゼ A2 と同様、セリン残器とアスパラギン酸残器が活性に重要である。イプシロン、ゼータ、 イータの三つの分子種に関しては、ホスホリパーゼ活性だけでなく、トリアシルグリセリドリパーゼ活性も報告されている。結晶板活性化因子アセチルヒドラーゼは結晶板、活性化因子の SN-2 に結合している、アセチル元を加水分解により有利する酵素である。グループ7、グループ8の、ホスホリパーゼ A2 が分類される。いずれもカルシウムイオンを活性に必要とせず、 セリン残基、ヒスチジン残基、アスパラギン散残基が活性に重要である。グループ7に属する酵素は2つ報告されており、1つは分泌型で低比重、リポタンパク質や高比重、リポタンパク質と相互作用し結晶に存在しているため、結晶型結晶板活性化因子、アセチルヒドラーゼ、リポタンパク質関連ホスホリパーゼ A2 と呼ばれる。他方は、 細胞内に存在する酵素で、フアー2と呼ばれる。グループ8の結晶板活性化因子アセチルヒドラーゼは、活性中心を含む2つのアルファサブユニットと、調節部位である1つのベータサブユニットからなるヘテロ、3両体タンパク質である。リソソーム型ホスホリパーゼ a には、哺乳類のホスホリパーゼ a にグループ15に分類される。 レシシンコレステロールアシルキテンイ酵素様、リゾホスホリパーゼに、相造性の高いタンパク質として同定された。カルシウムイオンヒーゾン性のホスホリパーゼ A に活性、アシルキテンイ活性、一応、アシルセラミド合成酵素活性を持つ。ありがとうございます。